度死んだ浦飯雄介は霊界探偵として復活した。そして悪名高い乱道朱雀といった妖怪を倒し霊光波動拳の奥義継承者となった。一回り成長した雄介に今小閻魔から新たなる出動要請が下された。悲しみの美少女ユキナ。ユウスケ起きなさい。また遅刻よ。分かってるよ。行ってくるぜ。待ちなさい。ほらカバン。ああ、ちゃんと学校行くんだよ。ち、信用ねえな。毎朝いい運動になるぜ。なんだ、ヒエじゃねえか。脅かすなよ。おい、どうした、魅力あふれる俺の追っかけでも始めたか。なんだ。コエンマからだ。コエンマから？ボタンはどうしたんだよ。さあな、俺は届けろと言われただけだ。まあいいか、サンキューな。どうしたんだよ。変なやつ。やべ、ヒエは行ったんですか。ああ、テープは持たせた。あとは計画通りになるのを祈るのみだが。何か感づいてる様子でも。いや、これといって。しかしやはりお前が一緒に行った方が良かったんじゃないか。いえ、大丈夫ですよ。すでにヒエはユウスケを十分信頼してます。うん、それならいいが。クワバだ。お前部屋にビデオあったよな。うちのちょっと壊れてんだ、見せてくれよ。それってもしかしていけないビデオか。霊界からの指令のビデオだよ。パーパーパー、冗談じゃねえぜ。俺はもう巻き込まれんな。ごめんだよ。巻き込むだ。いつもいつもカッコつけて首突っ込んでくんのはおめえの方だろうが。とにかく俺はごめんだ。こないだのでもう懲りたぜ。うわば。さあ、理科の勉強でもしようかな。ち、あー、いけないんだ。ダメでしょ、そんなもの学校に持ってきちゃ。勝手いこと言うなよ。あ、変だぞ、ユウスケ。何が。何ムキになってんの。今度何かあるときはユウスケが私に教えて。できれば一番最初に。実はこれ霊界からの指令のビデオなんだ。え？まだ見てねえから内容はわかんねえんだけどさ。ま、心配はいらねえよ。あ、どうした。霊界って何？え？な、何ってお前、あのボタンから聞いてんだろ、俺の任務の話。え？任務って名探偵の助手のことでしょ。あ、わかった。霊界ってその探偵事務所の名前ね。え？おい、ボタン、てめえ一体どんな説明したんだよ。稽古のやつまるっきり勘違いしてんじゃねえか。俺はなんとか言え。しょうがないでしょ。だって霊界なしで説明しなきゃなんなかったんだからさ。本当のこと敬吾ちゃんに言うわけにはいかないだろ。一応極秘任務なんだからね。そうは言っても。うるせえな。人ん家に上がり込んで喧嘩してんじゃねえよおめえ。ビデオ見に来たんだろうがよ。それにボタンちゃんの言う通りだぜ。本当のこと知ってるってことはそれだけ危険に近くなるってことだろうが。常識だぜ。そりゃま、そうだが。クワちゃん、あ
ありがとうね。なに、俺はいつでもボタンちゃんの味方だぜ。それからもう一度言うが、今回俺は絶対協力しないからな。絶対だからな。わかってるよ、早く始めよう。してるみてえだな。諸君、久しぶりだな。親父が復職したため霊界捜査部に復帰した小閻魔だ。おいおい、こいつが偉いやつなのか、このうすらちっちゃいガキがよ。初めて会った時の俺と同じこと言ってやがる。ダメだよ、小閻魔様の前でそんなこと言っちゃ、本人ほんと気にしてんだから。さて、これから諸君に新たな指令を伝えよう。なお、このテープは普通の人間にはただのノイズにしか見えないので、安心して聞いてくれたまえ。では本題に入ろう。今回の任務は一人の少女を救い出すことだ。これを見たまえ。なんだよ、すっげえ山奥じゃねえか。大変だな、恨めし。うるせえ。霊界の使い場たちの情報で最近分かったのだが、その少女は骨ただれ山の裾野に広がる広大な樹海の中に秘密裏に建てられた屋敷に幽閉されている。もちろん普通の人間には踏み入ることさえ不可能な場所だ。少女の名はユキナ。氷目と呼ばれる妖怪の仲間だ。人間界では雪女、雪姫、雪わらしなどとも呼ばれるな。氷目はその実からこのように美しい宝石を生み出すことができる。彼女が捕らえられているのは金儲けのために心ない人間が無理やり宝石を作らせようとしているからなのだ。ひどいこと。その宝石の元となるのは彼女の涙だ。比類石だね。闇根で軽く数億円はするっていう宝石だよ。監禁しているのはこの男、タルカネ・ゴンゾー宝石商。もともと悪どい手口で金儲けをしているが、この宝石を裏のルートで売りさばき飛躍的にのし上がった人物だ。へえ、これでも人間の面かよ。妖怪よりひでえな。そしてこれが使い場たちが通信してきた少女の映像だ。うん、呪いの札で結界を作り出られなくしているのであろう。いい子じゃないか。なんとかしてあげなきゃ。あ、桑原。どうした。惚れた。な、行くぞ、恨めし。あの子は俺が救い出す。おめえ今回は降りるって。バカ野郎、おめえだけに任せてられっけ。こうしてる間にも彼女は姉貴。何よ。あ、姉貴いつからそこに。何言ってんの。人がせっかくお茶持ってきたのに、みんなして変なビデオ見てるんだから。変なビデオ。ひょっとしてこれ見えてるの。もちろん。そのビデオこの世のものじゃないでしょ。さすが桑原の姉ちゃん。兄弟揃って強い霊感の持ち主だったんだね。そんなことはどうでもいいよ。姉ちゃん金貸してくれ。100万もあれば足りるだろう。ね、頼むよ。バーカ、今ハワイだって5、6万でいけるよ。あら、すげえ。サンキュー。 2、3日で帰るわ。行き先知ってんのかしら。さあ、ま、戻ってくるまでゆっくりしててよ。あのバカのことだから2時間くらいは気づかないだろうし、ビデオの続きでも見よう。お待ちしておりました。ユキナはどうした、泣いたか。いえ、さっぱりで。それどころか最近は感情すら表すこともなくなりまして。
化け物め、次第に連れてきよる。だが今日はその道のプロを連れてきた。は？妖怪集団を率いるトングロ兄弟だ。魔物の売買を生業とするあの妖怪集団。さあ、見せ物小屋から生物兵器まで化け物の扱いはお手の物だ。蛇の道は蛇だ。任せてもらいましょう。お前たちは自由に飛ぶことができて、でも私は このようにここから手を出すことさえできない。化け物めが霊気でわしらを威嚇しとるつもりらしい。寒さは大丈夫でございますか？いらぬ心配だ。こいつだ。最近は面まで冷たく凍りついちまって。おい、開けろ。どうだ、少しは協力する気になったかな？無駄じゃい。肉体に対するあらゆる苦痛はこの5年間やり尽くした。もう悲鳴はおるか、眉一つ動かさん。兄ちゃん。この小鳥たちが寂しさを紛らわせてくれた大切なお友達というわけですね、お嬢ちゃん。これじゃ、これでまた数十億の金が転がり込むわ。化け物の考えることはわからんわい。山鳥の二三羽死ぬのがそんなに悲しいか。よし、お前の餌はこれから全部山鳥にしてやる。坂下、電話だ。早速競売じゃ。つまらん意地を張らずに、いつでも泣ける練習をしておくことだ。驚いたな、こりゃとてつもねえ山奥だぜ。何言ってんだ。
い、これからが大変なんだよ。目的地は多分あの山の向こうあたりだからね。おい、クワバラ。素晴らしい。さすが高い金を払って雇っただけのことはある。これからも頼むぞ坂下。後でもう一度比類石が落ちてないか調べておけよ。タルカネ様。なんだ。実は。え、何、侵入者だと。どうせまた比類石の秘密を探りに来たんだろう。始末しろ。はタルカネ様。え、ここは一つ我々の部下にお任せ願いましょう。ちくしょう、とんでもねえとこに来ちまったぜ。こりゃ到底今日中にはつかねえな。土地ってのはあるところにあるんだな。こっちよ。こっちに山道みたいのがあるわ。これを歩いていきましょう。まだ歩くの。よし、一気に行くぜ。待っててくれよ、ユキナさん。俺が必ず助けるぜ。一目惚れってのは本当みてえだな。おら、何やってんだい。もたもたすんじゃねえよ。こりゃビデオの続きは話せないやね。ああ、言えるわけね。その氷目は君らと無関係ではないのだ。特にユウスケ、お前はそいつに借りもあるしな。ユキナはヒエの妹だ。待ってろ、ユキナ。どうした、クワバラ。妙な気配を感じる。ユウスケ、霊気圏が。あ、もう来てる。なんだ、てめえは。それはこっちのセリフだ。ここは私有地だぞ。とっとと立ち去れ。そう、かていこと言うなよ。俺たち道に迷って困ってんだよ。お願い、タルカネさんの家に泊めて。それはできん相談だ。そんな冷てえこと言わねえでさ。そうだよ、汚ねえ手でしこたま金儲けてんだろ。ただの迷子にしちゃ随分詳しいじゃねえか。仕方あるまい。あ、無理にでもお帰り願おう。ただし死体としてな。今さら帰ると言っても手遅れだ。この姿を見て生きて帰れた人間はいない。てめえ、タルカネに雇われたな。いかにも、ユキナを狙う者は容赦なく抹殺せよとの指令だ。ユキナだって妖怪だ。いわばおめえの仲間ってことなんだぜ。それが人間とはいえカスみてえな野郎にひどい目に遭わされて何とも思わねえのかよ。思わんな。何？お前ら人間にも私欲のために魂を売る奴がいるだろう。それと同じことさ。お前らだって目の前に金積まれりゃ何でもするんだろうね。冗談じゃねえ。てめえみてえなカスと一緒にすんじゃねえよ。ヘロが出るぜ。なんだと。聞こえねえのかな。タルカネに耳まで売り渡しちまったのか。てめえ、人間ごときが生意気な野郎。もしねえ。先行くぜ。おう。霊剣ラビョこりゃここも一筋縄ではいかねえ場所らしいな。
桑原はユキナを救い出すためタルカネ金蔵の敷地内へと潜入した。しかしそれは彼らを待ち受ける巨大な罠のほんの入り口に過ぎなかった。